河合市長ステージの方へご登壇ください。皆様拍手でお迎えください。本日は来てみる川越ショートフィルム大賞受賞式に大勢の皆様方にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。来てみる川越ショートフィルム大賞は本市の魅力ある地域資源が映像を通して広く発信され新たな交流人口の創出につながる取り組みとして本市が進めているフィルムコミッション事業の一翼を担うものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、皆様ここで、来てみる川越ショートフィルム大賞の発表に移りたいと思います。それでは発表いたします。第1回来てみる川越ショートフィルム大賞宝池に寄り道を監督は井上博樹さんでございます。おめでとうございます。実はこんな素敵な場所で、こういった多くの方の前で、作品見ていただけてすごく嬉しいです。あと川越での撮影なんですけどもすごく川越市の方や川越の方々にすごくご協力いただいてまたこれを機にちょっと甘えさせていただいてまた川越で撮影させていただけたらなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。この4作品僕ですね、見まして、自分が川越の出身なものでどれを見ても本当にもう涙ちょちょ入れるショートフィルムでショートフィルムの中にとても一番人生が詰まってたのがこの宝池のショートフィルムのような気がします。おめでとうございました。はい、市村さん素晴らしいコメントありがとうございました。川越のそれぞれの魅力を伝える作品を一本一本見させていただいて観光映像としてもなんですがショートフィルムとしての物語としてのシネマチックさでどんなところにあるのかというのを一緒に審査員の皆さんと見させていただきました。また来年この賞がございましたらぜひまたチャレンジしていただきたいなと思います。そして大賞受賞されました監督おめでとうございます。ありがとうございました。改めまして監督、審査員の皆様そして河合市長ありがとうございました。改めて受賞者に、大きな拍手をお送りください。井上監督おめでとうございました。